俗、足長おじさん。ジーン・ウェブスター作。黒柳和子役。新潮文庫。Dear Enemy。マサチューセッツ州。ブースター。ストーンゲート層。12月27日。ジュディ様。お手紙が届きました。びっくりしながら2回読みました。こういう理解でよろしいでしょうか。ジャービスからあなたへのクリスマスプレゼントとして、ジョングリア孤児院を模範的施設に改造するプロジェクトを任された。そしてそのお金の分配役としてあなたが私を指名した。そういうことでしょうか。私、サリー・マクブライドが、孤児院の院長になるですって?お気の毒に、二人とも頭が変になってしまったのか。もしや、アヘンにふけって、熱に浮かされた妄想でもなさっているの?百人の子供の面倒を見る仕事なんて、私には動物園の園長になるくらい不向きです。さらにご褒美として、面白そうなスコットランド人の意思をぶら下げているのですね。ジュディ、そしてジャービス、お二人の考えはわかっています。ペンドルトン家のロベで行われた家族会議の様子も、手に取るように分かっております。大学を出て以来、サリーがあまり物になっていないのは残念だ。ウースターのちっぽけな社交生活などに時間を無駄にしないで、もっと世の中の役に立つことをすればいいのに。それに、ジャービスが話しています。あの忌々しい、若造ハロックに興味を持ち始めていると来た。ハンサムで魅力的で突飛な男だし、そもそも僕は政治家連中を好かない。危機が過ぎるまでサリーの気をそらさなくてはいけないな。精神が高揚するような、夢中になるような仕事がいいだろう。そうだ、思いついたぞ。ジョングリア、孤児院を任せよう。ああ、その場に居合わせたかのように、はっきりと聞こえます。愉快なお宅に、最後に伺った折に、ジャービスと私は、以下のことを、真剣に語り合いました。1、結婚。2、政治家が抱く、理想の低さ。3. 上流社会の婦人が送る軽薄で社会の役に立たない人生。行いの正しい旦那様にどうぞお伝えください。あの説のお話を私は真摯に受け止め、ウースターに戻って以来、週に一度、女性アルコール中毒者保護施設の収容者と、詩を読んでいます。と、私の人生は見た目ほど無意義ではありません。さらに、九段の政治家が差し迫った危険ではないことを受け合います。いずれにせよ、大変好ましい政治家です。関税制度、単一税、労働組合主義に関して、ジャービスとは、見解が合わない方ですけれどもね。さて、私の人生を公益に捧げようというお二人のお望みは、ご親切だとは思います。でも、この件を、孤児院の側からも、考えてみるべきです。お二人は哀れで、無防備な、幼い孤児に対して
慈悲の念はないのですか？お二人になくとも、私にはありますので、ご提示くださったお仕事は、慎んでお断りいたします。でも、ニューヨークのお宅へのお招きは、喜んでお受けしたく存じます。ただ、ご計画くださった娯楽リストに、あまり心ときめかないと認めざるを得ません。ニューヨーク孤児院、捨て子養育院に変えて、芝居やオペラ、晩餐会などをいくつか入れてくださいませんか？新しいイブニングドレス2着と、白い毛皮の襟のついた青と金色のコートがあるのです。それらも急ぎ荷造りします。私にお会いになりたい理由が、私自身のためではなく、ミセス・リペットの後継者としてだけならば、速やかに電報をくださいませ。かしこ。慶長不迫で、今後もそうあるつもりのサリー・マクブライド。追伸。ご招待は、格別、辞儀を得ています。ゴードン・ハロックという魅力的な青年政治家が来週ニューヨークに滞在する予定です。お二人も彼をもっとよく知ればきっとお気に召すと思います。追伸その2。午後の散歩に出かけるサリー。ジュディが望む姿。もう一度お尋ねします。二人とも頭がおかしくなってしまったの？ジョン・グリアー孤児院。2月15日。ジュディ様。昨晩11時に雪嵐の中、シンガポールとジェインと共に到着しました。通常、孤児院の院長は、メイドやチャウチャウを連れてきたりしないようです。4番の警備員と家政婦が寝ずに待っていてくれましたが、大慌てでした。シングのような犬は見たこともなく、羊の群れに狼を連れ込んだと思ったようです。シングの犬らしさについて説明をして安心してもらいました。その後、警備員はシングの黒い舌をしばらく観察して気の利いたことを言おうとしました。ハックルベリーパイを食べさせているんですかって。家族の宿泊施設を見つけるのに一苦労しました。かわいそうなシングは鼻をクンクン鳴らしながら知らない焚き木小屋へ引かれていって大マフの切れ端を与えられただけでした。ジェインの状況もさして変わりません。この建物の空きベッドは病室にある1メートル半の幼児用寝台だけでした。ご存知のようにジェインの背は1メートル80近くあります。やむを得ず我々がジェインをヤグにくるみ、ジェインはジャックナイフのように折れ曲がって一晩過ごしました。今日は片足を引きずって歩いています。S 字型になって、よぼよぼしながら、軽はずみな女主人がしでかした最新のとっぴな行為を明けっぴろげに嘆き、私が早く正気づいて、ウースターの親の家に戻ることを待ちわびています。私が職員に好かれる機会を、
ジェインが台無しにすることはわかっています。院長に付き添いがいるなんて、史上最も馬鹿げた考えですが、私の家族をご存知でしょう。家族の反対に一つずつ反論しましたが、家族はジェインを同行させるという最後の抵抗を試みました。私が栄養をきちんと取り、徹夜しないよう見届ける善意を伴うなら言ってよろしい。一時的に。でも嫌だと言えば、ひょっとしたら二度とストーンゲート層の敷居をまたぐことを許されなかったかもしれません。それで二人で来たわけですが、どちらも歓迎されていないようです。今朝は6時のドラで目が覚めて、しばらく横になったまま会場の洗面所で25人の少女が立てている音を聞きました。洗面だけでお風呂には入っていないようですが、25匹の子犬がプールにいるのかと思うほどパシャパシャと水を跳ねる音がします。やがて私も起き出し、身支度をしてから、院内を少し探検しました。私が来ると決める前に、こちらへ見学に来させなくて、ご賢明でしたね。小さな預かり者たちの朝食時が、自己紹介にいい時間に思えたので、食堂を探しました。ここは、醜いものだらけです。のっぺらぼうのくすんだ壁、オイルクロスで覆われたテーブルとブリキのカップと皿、木造ベンチ。唯一飾られている文章は、主は与えたもう。仕上げにこれを加えた表現は、きっと、皮肉なユーモアのセンスの持ち主ね。ジュディ、私はこれほど殺風景な場所がこの世にあるなんて知りませんでした。青い顔をして無気力で、お揃いの青い服を着た子供が幾列も並んでいるのを見て、何もかもが陰鬱だということに突如打ちのめされ、衝撃で崩れ落ちそうになりました。一人一人にお母さんが必要なのに、百の小さな顔すべてに陽光をもたらすなんて、一人の人間には成し遂げられない目標に思えました。この仕事に私は軽率に飛び込みました。あなたの大変な説得力も一因です。でも、ありのままに言えば、主な理由は、私にも、孤児院を運営しうるという考えを、あの口の悪い、ゴードン・ハロックが、大笑いしたからです。みんなして、私に催眠術をかけてしまったのでしょう。もちろん、その後、この件について、本をいろいろ読むようになり、17の施設を訪れて、孤児に関して情熱が湧き、考えを形にしたいと思いました。でも今、ここにいることに気がついて、呆然としています。これは驚くほど大きい仕事です。100人分の将来の健康と幸福が私の手に委ねられています。そのまた子供たち300-400人と1000人の孫は言うまでもありません。加速度的に増えていきます。なんてことでしょう。
何の権利があって、私はこの仕事を引き受けるんでしょう。ああ、別の院長を早急に探してください。ジェインによると、夕食の用意ができたそうです。この施設で二度も食事をいただきました。またいただけると思っても、ちっともワクワクしません。その後、職員の夕食は、マトンハッシュとほうれん草でした。デザートはタピオカプディング。子供たちが何を食べたかなんて考えたくもありません。本日の朝食時に行った初の公式スピーチについて報告しようとしていたのでした。今後、ジョン・グリアー孤児院に訪れる素晴らしい変化の数々に関する話で、すべては評議員の会長ミスター・ジャービス・ペンドルトンとこの施設の男の子、女の子全員のジュディ・おば様ことミセス・ペンドルトンの広いお心のおかげだと言いました。ペンドルトン家についてこんなに強調し、ご一家に重きを置いていることに、どうか反対しないでください。政治的な理由があるのです。職員が全員集まっていたので、皆が動揺するような改革は、いずれも本部直々に発信され、私の興奮しやすい脳みそから、出てきたものではないと強調する好機だと考えました。子供たちは食べるのをやめて私をじっと見ました。目につく髪の色や鼻が軽薄に上向きなことが院長の特質としてどうやら目新しかったようです。私が若すぎて権力ある立場につくには経験不足だと思っていることを同僚たちは隠そうともしませんでした。ジャービスのおっしゃる素晴らしいスコットランド人のお医者さんにはまだお目にかかっていません。よっぽど素晴らしくないと他の人々の埋め合わせにならないと申し上げておきます。特に幼稚園の先生の分を埋めるには、ミス・スネイスと私は、子供たちには新鮮な空気が必要だという件で、早々に衝突しました。ともあれ、子供が全員凍って、小さな氷の像になろうとも、この不快な孤児院臭をなくしてみせます。本日午後は快晴でした。キラキラ光る雪の午後だったので、私の指示で地下牢のような遊戯室を閉ざし、子供たちに外に出るよう命じました。俺たちを追い出した。2歳分は小さいコートを何とか着ようと、奮闘している小さな子がぶつくさ言うのが聞こえました。子供たちはひたすら裏庭で立ちんぼをしていました。重ね着をして体を丸め、また屋内に入れてもらえるまで辛抱強く待っています。走らないし、叫ばないし、滑りもしないし、雪合戦もしない。考えてみて。遊び方を知らないのよ。さらに後で、あなたのお金を使うという、性に合う仕事に、早くも着手しました。本日の午後、湯たんぽを11個買いました。
村のドラッグストアのありったけです。毛布と綿入れのキルトも何枚か購入しました。かくして赤ちゃんの寝室の窓は大きく開いています。かわいそうなおちびさんたちは夜に呼吸ができるという新たな感覚を楽しむでしょう。文句は山ほどありますが、もう10時半で、ジェインがどうしても寝なさいと言います。陣頭指揮を取っている、サリー・マクブライド。追伸。寝る前に、もろもろ無事かどうか、確かめに廊下を忍び歩いたら、何を見つけたと思います？赤ちゃんの寝室の窓を、ミス・スネイスが、そーっと閉めていました。あの人にふさわしい仕事を、女性専用の老人ホームに見つけ次第、クビにします。ジェインがペンを取り上げます。おやすみなさい。ジョン・グリアー孤児院。2月20日。ジュディ様。本日午後、ロビン・マクレイ先生が、新院長にご挨拶に見えました。今度先生がニューヨークに赴いたら、お宅に夜ご飯に招いて、あなたのご主人様のなさったことを、あなたの目でお確かめください。今回の仕事の主だった役得として、マクレイ先生のように、洗練と才気と学級肌と魅力を兼ね備えた男性と日々交流できることが含まれると、ジャービスに言われて、私はすっかり信じましたが、それは事実の歪曲だったのです。マクレイ先生は背が高く、痩せ気味、髪はサンディ、灰色の冷たい目をした方です。1時間ご一緒して、私はとても陽気にしていました。毎日文字に結んだ口がほんの少しも緩まなくて、微笑の影も形もなかったの。微笑の影って一体どんなものかしらね。それはともかく、あの人は一体何なのでしょう。両親の呵責に耐えないような犯罪でも犯したの？それとも、あの寡黙さは、単に生来のスコットランド人らしさでしょうか。花崗岩の墓石並みに、親しみやすい方よ。ついでながら、私に負けず劣らず、あちらも私を気に入りませんでした。私のことを、軽薄で、非論理的で、この責任ある地位に、全く不適当お考えです。おそらく先生からジャービス宛てに、私を辞めさせてほしい旨の手紙が届いているでしょう。話も全く合いませんでした。先生は不要なき子供に対する施設のケアの諸悪について広く哲学的に議論なさいました。一方私は軽薄に当院の女子に行き渡っているちっとも似合わない髪型が残念でならないと述べました。私は自分の主張を証明すべく使い走りをしてくれる孤児、セイディ・ケイトを呼び入れました。
髪は、モンキースパナを使ったかのように、後ろにガチガチに引っ張られ、針金のように、硬い2本の小さな三つ編みにしてあります。孤児の耳が、カチンコチンに固まらないようにせねばならないことは、明らかです。でも、ロビン・マクレイ先生は、孤児の耳が魅力的かどうかなんて、点でお構いなしです。それよりも、お腹のことを気にかけていらっしゃいます。赤いペチコートについても、意見が分かれました。青いギンガムチェックのワンピースから、2、3センチ分、不揃いにはみ出す、赤いフランネルのペチコートを着せられて、自尊心を保っていられる少女なんて、いるわけがないと私は思います。でも先生は、赤いペチコートは明るくて、暖かくて、衛生的とお考えです。新院長の在任期間は、戦争が勃発寸前の、様相を呈す予感がいたします。先生に関して、喜ばしい点が一つだけあります。先生も私と同じくらい新人で、当院の伝統について、私を指導できないということです。前任者の先生と私は、どうしても、ご一緒に働けなかっただろうと思います。残していらした技量の実例を見る限り、人の赤ちゃんに関して、獣医並みの知識しかなかったようです。孤児院のしきたりについて、職員全員が私の教育に取り掛かりました。今朝は料理人にまで、きっぱりと言われました。ジョン・グリアー孤児院の水曜の夕食はトウモロコシがゆに決まっていると。別の院長を一生懸命探していますか？その方が着任なさるまではいますが、至急見つけてくださいね。かしこ。断固たる。サリー・マクブライド。